まずは始球式、千葉ロッテマリーンズの一員背番号10番の神田君、見事な始球式から始まりました。マリーンズ小島、イーグルス早川の投げ合いで始まった今日のゲームです。まずは小島の立ち上がり、まっすぐで八島さん押していきましたね。はい、力ありましたね。はい、はい、3人で打ち取った小島の立ち上がり。一方早川はノーアウトランナー3塁、その後ワンアウトを取りますが、3番の中村翔吾センターへのこれが犠牲フライになります。打った瞬間はね、浅いかなと思ったんですけども、はい、風が少し押してくれましたね。そうですね、荻野帰ってきてマリーンズが先制。その後八島さん初球でした。いや、これはもう完璧ですよね。結構高さ的には低かったんですけれども、はい、やっぱ力ありますよね。井上誠也のツーランホームラン、これで3対0となります。ごっちゃしてました。そしてゲームは2回です。ここはワンアウトランナー2塁、バッターボックスには高部、このセンター後方への当たり、ぐんぐん打球が千葉さん伸びてきました。これもね、まあ、風の影響って思うのかなと思うんですけど、しっかりやっぱ捕まえてますよね。そうですか、はい、これで4対0。そしてゲームは3回です。イーグルス、ここはチャンス、ランナー3塁1塁、ワンアウトから銀次が右中間、岡がよく掴み取りました。ただ犠牲フライには十分、1点を返します。ゲームは3回裏、ツーアウトランナーなしから岡の一発、チェンジアップを捉えてのホームランになりました。ここはランナー2アウトでなしからですから大きかったですね。まあ、1点取られた裏の攻撃でしたからね。そしてゲームは5回です。ここは大声をスライダーで空振りの三振、その後隅田にも三振に打ち取って2アウトランナー1塁としましたが、小深田をレフトへのフライ、3勝目、勝ち投手の権利を得た小島のピッチングでした。そしてゲームは5回の裏です。ワンアウトランナー2塁、完璧でした。改めて八島さん、いかがでしょうか。いや、もうストレートの真ん中ちょっとインコース目ですけれども、やはりこの飛ばすところのポイントでしっかり取られるようになったっていうのがやっぱ大きいですよね。なるほど。さらには佐藤、高々と打ち上げるホームランでした。これも完璧でしたね。これで8対1と今日のゲーム変わります。そしてゲームは6回の表です。ツーアウトではありますが、ランナー1塁2塁として鈴木大地をセンターフライに打ち上げます。小島は6回を投げ終えて1点という内容。そしてゲームは7回です。まあ、球数100球超えていきましたが、100球超えても7回のマウンドに送った井口監督です。今日は最終的には球数126球という内容、7回1点でマウンドを降りた今日先発の小島です。そしてゲームは7回の裏です。2番手吉川に対して佐藤がライトへのツーベースヒット、これで9対1。そしてゲームは8回の表、この当たりが千葉さん入るんですね。いや、しっかりとやっぱ振り切ってますよね。やっぱコースに逆らわないで強く振れるっていうのがもう島内の強みですよ。ゲームは9対2で最終回、最後は田中がきっちりと3人で打ち取ってゲームセット、9対2。小島が今シーズン3勝目、2カード続けてマリーンズが勝ち越しに成功したという今日のゲームになりました。